私たちはいつも知らないどこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、たての糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。という曲でした。ありがとうございます。ぜひ初めて立ち止まってくださった方、ひらがな3文字マニコで検索して YouTube 見ていただけると嬉しく思います。